ようございます、こんにちは、こんばんは。さて今何時なんでしょうか。1泊2日で山口県は下関市と長門市へ行ってきました。拙い Vlog ではありますが、どうぞお手柔らかにお願いいたします。それではやっていきましょう。まずやってきたのは角島大橋です。2000年に開通したこの橋は、島の両端にある2つの岬、夢崎、牧崎が牛の形に似ていることから角島と名付けられたそうです。リゾートのような白い砂浜とコバルトブルーの海が広がる絶景から、テレビ CM やロケ地としても多く取り上げられています。夕日が出てきた時なんてもうやばいみたいです。我が家族は車を駐車場に停めて、こんな感じで橋を渡る車を見るっていうことにしたんですけど、いろいろ見てると車に乗って橋を渡って海を見る風景も綺麗でしたし、この橋は歩道はないですが、サイクリングをしたり歩いたりもできるみたいなので、皆さんご興味に合わせてぜひ行ってみてください。ここのお風呂はあの世界三大美人の楊貴妃の遺跡を再現した温泉がありました。大理石の階段を降りると深さが120センチあって、歩行浴もできました。
目にやってきたのは元の隅神社です。赤い鳥居と青い海、緑の大地のコントラストが美しい、世界的に注目される元の隅神社ですが、なんと有名になったきっかけは外国の方が SNS に投稿したのが始まりだったそうです。こちら若者たちが何やら投げておりますが、お金を投げています。高さ6メートルの鳥居の上部には賽銭箱が設置されてあって、投げ入れることができたら願いが叶うと言われているそうです。商売繁盛、大量、海上安全、良縁、子宝、海運厄除け、福徳円満、交通安全、学業成就など、逆にバチ当たるんちゃうかってぐらいたくさんのご利益が期待されるこの神社。それもそのはず、昭和62年から10年もかけて奉納された123基もの鳥居が100メートル以上にわたって並んでいるのです。この千座キッチンさんはここ一軒でことが済んでしまうんではないかというぐらいいろんなものが置いてました。お菓子はもちろん、野菜も売ってましたし、お酒もいっぱい売ってます。ヒレ酒もあります。コーヒーもあります。あとはなんか置物とか、このおチョコも可愛かったです。冷凍食品とか薬味とか手作りのものとか、その場で食べれるようなお素材とか、
新鮮なお魚とか、甘いものとか、ちくわとか、いろいろ売ってました。1日目に行った角島大橋と2日目に行った元の隅神社は、日本観光ポスターコンクールオンライン部門1位に選ばれているそうで、そのキャッチフレーズは絶景をはしごする。言葉通り絶景をはしごしてきたわけですが、やっぱり広大な海があるとすごく迫力があってよかったです。ちょっと遠すぎたんですけど、また機会があれば行ってみたいところだなと思いました。今日も見てくださってありがとうございました。もう一回やってみたちかでした。バイバーイ。